ムチヘビ頭部の鱗の複雑な形状。花長ムチヘビ。ヘビの鱗は、爬虫類有林木に属するヘビが持つ鱗である。魚類の鱗が生きた組織に覆われ、そのまま成長するのに対し、爬虫類の鱗は、表皮期限であり、細胞としてはすでに死んだものが強化、硬化したものである。爬虫類では従って、鱗の下にだけ生きた組織があるため、皮下で、 周期的に新しい角質が生成され、外側の古くなった部分は新しい角質層との間の層で剥がれて脱落する。脱皮には摩耗した部分の交換や寄生虫の排除だけでなく、体の成長にも関わると考えられている。また、鱗の配列は種の識別に用いられる。他の爬虫類と同様、ヘビも木には鱗で覆われた皮膚がある。蛇は、 全身が様々な形状や大きさの鱗ロで覆われており、その集合体はヘビガーとして知られている。鱗はヘビの体を防護し、移動を行い、水分を体内に留めることができ、凹凸など表面特性を変えることでカモフラージュに役立つばかりではなく、ヤスリヘビなどでは獲物の捕獲にも役立っている。鱗の色彩パターンには単純なものと複雑なものがあり、 いずれも鱗より内側の層によっておりカモフラージュや捕食者に対する警告として機能する。また、発達した筋肉を用いて皮膚を縮め鱗を重ねることによって鱗と鱗の間の皮膚を隠しておくことができ皮膚を急に広げて明るい色をあらわにすることで捕食者を驚かせることもできる。一部の鱗は長い時を経てまつげにあたる目の縁や眼球そのものを 保護被覆するといった別の機能を果たすべく変化している。最も特徴的な例に北米産ガラガラヘビの王のラトルがある。これは危険を感じた時脱皮核の積み重なった尾を激しく震わせて音を出して警告を発するというものである。鎖ヘビ族に属するバイペラリナーディの蛇行運動複足の板状の鱗によりヘビ特有の蛇行が可能であると考えられている。 蛇の鱗は特に、ハウという蛇に特徴的な運動に大きく関わっている。ハウという運動も、陸上での他の移動方法と原理的には同じであり、地面を後方に押し出すことによる全身運動である。他のハウ動物、例えばミミズは、ゴ毛モウと呼ばれる硬いトゲがあり、これを地面に引っ掛けて進み、カタツムリは足の裏から分泌される粘液を用いる。 蛇の鱗は背中側と腹側は形状が異なり腹側の板状を呈する長方形の鱗は腹板と呼ばれ断面形状がフック状になっておりこれを地面に引っ掛けることによって蛇行を可能にしていると考えられるすなわち腹板と地面との摩擦によって前進しているのである近年カリフォルニアキング蛇の脱皮核の詳細な調査より ヘビの鱗は極めて薄い脂質の層により被覆されていることが確認され、その脂質層は背中側よりも腹側の方が緻密な層を形成し、蛇行の際の潤滑油の役割を果たしていることが判明した。民族学の吉野優子によれば、ヘビの脱皮こそ衛生と神聖をもたらすものの象徴で、日本では古くから縁起物と考えられ、財布などに入れておくと、 財産運や金運が開けると信じられてきた。世界的には色鮮やかな鱗の模様は初期の芸術にも大きな影響を与えたと考えられている。現在、蛇側の財布、衣服、その他小物への利用は蛇の大量殺害につながっており、人工蛇側の使用が提唱されている。虹ボアは虹色変色を引き起こす鱗の色彩が名称の由来である。 上述したように、蛇の鱗は、ハウという移動方法を支えている。地面を後ろに押し出して進むためには、地面に引っかかるような機関が必要であり、それが、腹側の断面が針状になっている大型の板状の鱗である。脊椎動物である蛇は、ム虫のような流体骨格ではないので、ミミズのように大幅に体を伸び縮みさせることは、できない。しかし、 発達した筋肉によって全身をくねらせ、そうすることで頭と王の間の距離をうまく縮め、同様の効果を上げている。体のくねりが大きければ大きいほど、地面と体の接触する面積が広くなり、それだけ動く速度も速くなる。同時に筋肉が鱗を立てて、体を押し当てている面との摩擦を大きくしているので、ある。また、体をくねらせることにより、水中を 泳ぐことも可能になったのである。樹状性の種の一部は、側漁を使って枝を掴むことが可能である。蛇の皮と鱗は乾燥を防ぎ、水分を体内に保持する役割も果たしている。蛇は空気と地面の両方から振動を拾い、内部共振の複雑なシステムを使って、両者を区別することができるが、これにも鱗が関わっていると考えられている。爬虫類は、 両生類のうち、水中生活から陸上生活に移行したものから進化した。両生類の皮膚は柔らかく潤っているが、爬虫類の皮膚は水分の損失を防ぐためにそうした性質を失っている。また、多層の脂肪を伴った分厚い角質が発達しており、皮膚に不等水性を与え、紫外線を防ぐのに役立っている。進化の過程で、爬虫類の皮膚細胞は、 非常に角質化した眼鏡で乾燥したものとなった。すべての爬虫類において、鱗を含め表皮は、一続きのシート状になっており、蛇が全身を脱皮する際には、それがよく現れる。蛇の鱗は、他の生物における毛髪や爪などと同様、基本的には、高質タンパクのケラチンを主体とした角質で構成されているため、角鱗と呼ばれる。 触るとひんやりしていて乾燥している。多くのユウロコ目では、鱗は互いに重なり合い、外側から見える部分は硬いベータケラチンで覆われ、鱗の付け根の部分は柔らかいアルファケラチンで覆われている。また、付け根部分の隣の鱗との連結部は、ヒンジ状の構造になっていて、柔軟性を高めている。ヘビは、極めて柔軟な体を持ち、 大きな獲物を飲み込めるように皮膚を伸縮させることができるが、このため、鱗同士は強固に連結せず、一つ一つの鱗が先端は重なり合いながらも、基部は独立して皮膚に癒着している。皮膚を伸ばした時には、鱗同士の間隔が広がり、柔軟な皮膚が露出する。皮膚を縮めると、鱗同士は元通りに隙間なく重なり合う。足もないのに木に登ったり、 砂漠を走ったり、泳いだり、また木から木へ飛び移ったりできる、蛇の多様な運動能力については長年にわたって謎とされてきた。また、そうした激しい運動に関かかわらず、鱗が落泊することがほとんどないことも不思議とされてきた。さらに、腹側の鱗が背中側の鱗よりもはるかにスベスベしており、滑らかなのは一目瞭然であるにもかかわらず、 それがどうしてなのかは従来説明がつかなかったのである。2015年12月9日のジャーナル・オブ・ザ・ロイヤル・ソサイティ・インターフェースは蛇の鱗の表面がわずか数ナノメートルという極めて薄い潤滑油でコーティングされているという新発見の事実を発表した。オレゴン州立大学の科学工学者ジョーバイオとドイツのマックス・プランクダカ分子研究所のトビアス・バイドナーが 共同研究チームを作り、カリフォルニアキングヘビーの脱皮核にレーザーを照射し、鱗の表面分子がレーザー光線をどのように反射、散乱するかを調べたことにより得られた知見であり、その結果、ヘビの鱗が極薄の脂質の層によってコーティングされていること、さらに腹側が背中側よりはるかに滑らかで整然とした層を形作っていることが判明したのである。 キスジヒバーの鱗にある筋状突起。蛇の鱗は皮膚の表皮の分化によって形成される。鱗にはそれぞれ外表面と内表面がある。前の鱗と次の鱗の基部との間には空間があり、前の鱗の内表面からは皮膚が出てつながっている。蛇の鱗の数は孵化した時から定まっており、加齢による増減はないが成長して大きさを増し、 脱皮の前後で形状が変わる場合もある。口の周囲と胴体側面の鱗は小さく、口や胴体を広げられるようになっており、自分自身より、はるかに大きな獲物を飲み込むことが可能な場合もある。蛇の鱗の形状や、大きさは様々である。鱗は、ザラザラの場合もあるし、滑らかであったり、縦方向の筋状突起がある場合もある。多くの場合、鱗には肉眼。 または、顕微鏡で、死人可能な鱗口、結節、その他の微細構造がある。ヘビの鱗は、ブッシュバイパー属のアザーアースセラトファーのように、フリンジ調に変化したり、北米にいるガラガラヘビの王のように、ラトルに変化している場合もある。ボア属や、ニシケヘビ属といった原始的なヘビや、鎖ヘビ属のような派生的なヘビの中には、頭部に小さな鱗が不規則に並ぶものもある。 より派生的な蛇の頭部には、英語圏で、シールドや、プレートと呼ばれる大きな対象形の特殊な鱗がある。細めくら蛇や、その他、めくら蛇種の円鱗は、蛍光性で、低周波紫外線の下に置かれると鱗が輝く。蛇の鱗には、様々な形状がある。めくら蛇影は時に、円形で、鼻長ムチ蛇では長くて先端が尖った。 先細り形、白口青ハブでは、幅広な木の葉型、また南だなどのネズミヘビでは、鱗が幅広で長い。時には、キスジヒバーのように、大なり小なりの筋状突起が見られる場合もある。ユーダ族の一部の種では、時に先端に二つの四条突起が見られる。トゲウミヘビ等では並列したトゲ状の鱗を持っている場合があり、一方でミツウロコヘビのように重なり合わない大きな、 特起になった鱗を持つ場合もある。特殊化した鱗の例としては、蛇の眼球を覆うブリルと呼ばれる透明な鱗が上げられる。これは脱皮の際には古い皮膚の一部として脱落する。英語圏では、ブリルはしばしば融合したまぶたと呼ばれることがある。変容した尾の鱗が西大やがらがら蛇の音が鳴る。 ラトルを形成するヘビの鱗で最も特殊化した例はガラガラヘビ族やヒメガラガラヘビ族などのガラガラヘビ類にあるラトルである。ラトルは連動する複数の空洞が不死状に緩く繋がった構造をしており、気分だけが王の先端に強固についている。これを振ると互いに振動しなすり合うことでガラガラヘビ特有の警戒音を発する。 孵化した手のガラガラヘビの尾の先端には小さなボタン状のラトル元気だけが強固に付着している。最初の節は、容体が初めて脱皮した時に孵化され、脱皮のたびにさらに節が孵化されて、ラトルが形成される。このようにラトルは加齢と共に成長するものの、節自体が分離しやすいため、ラトルの長さでヘビの年齢を推定するのは不確実である。 蛇の鱗は透明な硬いベータケラチンでほとんど構成されている。青や緑を除いて、鱗の色はすべて皮膚内側層の色素に近するもので、鱗の成分や構造自体によるものではないが、青色は鱗自体の微細構造が光の解説によって生じ、緑色や玉虫色はこの仕組みによる青色と皮膚内側に由来する黄色が重なることで生じる。 一部のヘビは、鱗の色をゆっくり変化させる能力を持っており、典型例は、体色が季節変化とともに明るくなったり、暗くなったりするものである。同様の変化が昼と夜の間で起こる例もある。長さ1メートル長に及ぶヨーロッパ山かがしの抜け殻鱗を含む外皮が剥落することを脱皮という。ヘビの場合、皮膚の外側の層全体が一つの層を形成する。 蛇の鱗はこの表皮の延長であるため別々に、剥落せず、皮膚の外側の層が完全につながったものの一部であり、この皮は脱皮の際に、靴下が裏返されるように脱ぎ捨てられる。脱皮は多くの役目を果たしている。第一に摩耗した皮膚を交換し、第二にダニ類などの寄生虫を除去する。脱皮による皮膚の更新は、昆虫などでは体の成長に、 必須のものとなっているが、蛇にも当てはまるかについては、議論が続いている。脱皮は、蛇の生涯にわたって、定期的に繰り返される。脱皮の前になると、蛇は接触を控え、隠れるか安全な場所に移動する。脱皮の直前には、皮膚は色がくすんで乾いた外観になり、目は曇るか青みがかる。古い表皮の内側は溶けており、新しい表皮から分離する。 数日後、澄んだ目をした蛇が古い皮膚から現れる。古い皮膚は口の付近で破れ、蛇は周りの粗い表面に身をこすりつけるようにして、身をよじらせながら脱ぎ進める。多くの場合、抜け殻は古い靴下のように、ひとつらなりになり、頭から尾まで全身が裏返しになっている。脱皮するより先により大きく明るい新しい皮膚が形成されている。 老齢のヘビは年に1から2回しか脱皮しないこともあるが弱齢で成長途上のヘビは年に最大4回まで脱皮する場合がある。脱皮して残された皮には鱗の配列が完全に保存されているためほぼ完全で無傷な抜け殻であれば通常はそれで種を識別できる。頭部にある鱗の命名鱗の配列は分類学的な有用性のみならず法医学や 種の保全においても重要である。頭部を除き、蛇は瓦重ね状の鱗を有する。蛇には体に沿って全身、または一部に鱗列があり、頭部などの部位に特殊な鱗が多くあり、それらは単一ないし左右一体である。蛇の体育にある体鱗は銅に沿って列を作る。隣り合う体鱗列は互いに斜め方向へと列をなす。 大半のヘビでは、体鱗列は奇数だが、加山島族などでは偶数になっている。一部の水星、海星ヘビでは、鱗が粒状になっており、列を数えることはできない。体鱗列数の幅は広く、踏切ヘビで10、木登りアトバ族、すべ肌蛇ビ族、姫めヘビ族、ワモンベニヘビで13、日本に生息する、赤股で17、 青大将では23や25である。大きなものだと、西木蛇属で65から75、大頭海蛇属で74から93、ヤスリ蛇属で130から150ある。蛇の大部分を占める、波蛇川15、17、19のうろこ列を持つ。列は、胴体中央で最も数が多く、頭、尾に向かうほど数が減る。 ウロコの命名ヘビの頭部及び体にある様々なウロコを以下に示す。右の写真は南アジアの一般的な草むらに生息するナミヘビ科のキツジヒバーのウロコの名称。ウロコの命名頭部のウロコの識別は鼻孔を基準に考えるのが最もわかりやすい。一つの鼻孔は二つのウロコに囲まれており、ビバンと呼ばれる。ナミヘビ科では微光が前後の花板の間に位置するが、 鎖蛇科では尾板が単一で、その中央に位置する。前後の花板はそれぞれ前花板、後尾板と呼ばれる。左右両側の花板をつなぐ鱗にも名称があり、上側でつなぐものを花看板、前方で二つの前花板をつなぐものを、粉担板と呼ぶ。眼下の鱗には、日本では、契約が見られない。この鱗は眼球をカバーする透明なもので、英語圏では、ブリル。 スペクタクル、アイキャップなどと呼ばれる。眼下を囲む、鱗のうち、前方のものを、眼前板と後方のものを目、後板、上側のものは、目上げ板と呼ばれる。また、眼下下側も囲むように鱗がある場合があり、眼下板と呼ばれる。眼前板と後鼻板の間には、後板と呼ばれる鱗が1から2個ある。小ぶらかには、後板がない。の唇沿いにある鱗は、 唇板と呼ばれる。上唇にあるものは上唇板、下唇にあるものは下唇板と呼ばれる。頭頂部と目の間で左右の目上げ板に隣接するのが一枚の額板である。額板の前方には二枚の前額板が接しており、これはさらに前方で微光看板とも接している。二つの全額板の間にもう一枚鱗がある場合もある。 頭頂部の後部には額板に接する鱗が2枚あり、頭頂板と呼ばれる。後頭部の側面で、頭頂板と上唇板の間にあるものは、側頭板と呼ばれる。頭部の下側には、前方端に、音がいい板と呼ばれる鱗がある、下唇板に接している。顎下では、鱗が体になって、下唇板に挟まれており、全咽頭板と五咽頭板がある。 中央部の喉部には、咽頭板及び胴体の第一腹板に隣接する複数の鱗があり、これらは、喉板と呼ばれる。顎下には、鱗の間に、縦方向の溝があり、音外溝と呼ばれる。これは左右の咽頭板の間から、喉板の間を走っている。黄色と黒の帯模様がある丸尾甘がの胴体の一部。胴体は、断面が三角形で、脊椎の畝の頂点には、 特徴的な鱗がある。ヘビの頭部にある鱗は背骨側が体鱗肋骨側が腹板と呼ばれる。背側中央に特別な列をなす大きな鱗があり、これは脊椎板と呼ばれる。ヘビの腹側には大型の鱗があり、腹板と呼ばれる。腹板の数は種を識別に用いられる。派生的なヘビでは腹板と背側の体鱗列が 脊椎に対応しており、専門家は解剖せずとも、脊椎の数を数えることができる。鱗の命名蛇の腹板の終点、ビブ付近の複側には、相配質空の開口部を保護する、こ板がある。このこ板は一つの場合も左右二つに分かれている、場合もある。こ板の後ろからがビブとみなされる。種によっては、ビブ下側に一列、内視二列の大型の鱗を持ち、 これらは、押しイ板と呼ばれる。これらの押しイ板は、滑らかな場合もあるが、パフアダーのように、戦場突起がある場合もある。尾の終端は先端に向かって、単純に先細りになっていることが多いが、デスアダー族などでは棘になっており、終端が、ブッシュマスター族のように黒極になる場合や、ガラガラヘビ族のように、ラトルになる場合、多くの海生ヘビのように、 家事な役割を果たす場合がある。マルコム・エース・ミスによるムチヘビ族の頭部図を借りて、説明したもの。エジー全員頭番 F、学位タイ花看板 L、包いたラ、上唇位から下唇位タ M 音がいいタ、N、微番 P、頭頂番ピアノホールで、全額番ピコグラムコイン頭番プロ、完全番プソ完全、下板 PTO マイナス番五番 R。 フンタン版ソーマイナスガン、神板トンガワ等版 V、第一幅版ウロコは、トガの識別にはあまり貢献しないが、属及び種のレベルでは、重要となり、ウロコの命名法は成功に定められている。ウロコの配列に加え、ウロコの表面を及び手触り、模様と色彩、甲板の状態といった、形態学的な特徴とを組み合わせることで、ヘビを種レベルまで分類するための、 主な手段となる。北米のヘビの多様性がさほど高くないような地域では一般人が毒ヘビかどうかを区別できるよう単純な鱗の識別に基づく簡単な方法が考案されている。一方でミャンマーなど多様性の高い地域では慎重に検討しなければ識別することはできないとされる。鱗の配列はフィールド調査における 個体識別にも使用される場合がある。押した板など、特定の鱗を切り取ることで個々のヘビに印をつける。クリッピングは、標識再捕獲法によって、生息数を推定する際に用いられる手法として、一般的である。コブラ科の丸尾甘傘には、ビバンと、眼前板の間にあるべき方板がない。一般的には、鱗の特徴だけで毒ヘビかどうかを識別する、単純な方法はない。 毒蛇かどうかを調べるには、専門家の助けを借りて種を同定するのが正確だが、専門家がいない場合は、携帯を詳細に調べて、その地域にいるヘビについての信頼できる参考文献と照らし合わせて同定する。鱗の配列は種の同定に有用であり、毒ヘビかどうかは参考文献で確認できる。鱗を用いた種の識別には、ヘビそのものだけでなく、 その分類や鱗の名称に関する知識を持ち、科学的な文献にアクセスし読解できることが求められる。図表で鱗を照らし合わせる場合は、捕獲しなければ毒蛇かどうかを使って識別することはできないが、これは現場では推奨されない。大半の書籍やウェブサイトでは、鱗の図表よりも、その地域で見られる種の特徴を記述している。一部の地域には、 毒蛇かどうかを特定の鱗の有無によって素早く識別する方法もあるが注意深さと例外について知識が必要とされる。例えば、ミャンマーでは比較的無害なナミヘビかと知識的な毒を持つコブラカを識別するのに宝板の有無が使用されているが、これはコブラカがビバンと完全板の間に宝板がないことを利用している。しかし、こうしたやり方は 頭に小さな鱗が多数ある鎖ヘビ科の毒ヘビには適用できないので、その点を頭に入れずに使ってはならない。ナミヘビ科にも山かがしなどの毒ヘビがおり、こうした種を見分ける際にも注意深く検討する必要がある。南アジアでは医療従事者が鱗の図表に基づいてヘビを同定できるよう、噛んだヘビが死んでいれば病院まで持ち込むことが推奨されており、 それによって、どの抗毒血清を投与すべきかを正確に判断することが可能になる。ただし、二次被害を防ぐため、そのために蛇を捕獲、殺傷することは推奨されていない。ありがとうございます。